こんにちは、金黒です。スマートフォンに Android は使わずに iPhone をずっと使い続けている10個の理由をご紹介します。先日、Android のスマートフォンの方がいいなと思うところを10個ご紹介しました。それでも私自身はこれからもずっと iPhone を使っていこうと思っています。Android スマホも iPhone も同じスマートフォンなので大してできることは変わらなかったり、また最近はもう Android のスマートフォンの方がハードウェア的に先を行ってるようなところがいくつもある中、私全く個人的な考え方で iPhone の方がいいなと思うところが全部で10個あるので、今回はその私自身が iPhone をずっと使っていこうと思っている10個の理由をご紹介していきます。金黒レビューチャンネル。これからも iPhone をずっと使っていこうと思う10個の理由のうち、ここがいいなと強く思う順番にご紹介していきます。正直最初の1個目の理由だけでこれからもずっと iPhone を使っていこうと思うぐらいいいなと思うところなんですけど、そんなここがいいなという思う順番にご紹介していきます。 iPhone を気に入っているポイント1つ目としては、周辺機器と合わせるとすごく使いやすいっていうのが最大の特徴です。ここだけで iPhone をずっと使っていこうと思うぐらい一番いいポイントだと思います。 Apple は iPhone 以外に Mac、iPad、AppleWatch、AirPods、AppleTV これらのハードを作りながらも、それぞれの OS も Apple で作っています。そのハードウェアと OS 両方作っているので、それぞれこれらの iPhone の他の周辺機器と合わせると iPhone はすごく使いやすいスマートフォンになっています。 Apple 製品は連携機能を使えばデバイス間をシームレスに行き来できます。そういう機能が Apple 製品にはいくつもこんな感じで連携できるところがあって、例えばハンドオフを使えば作業に着手したデバイスから近くにある別のデバイスに切り替えても、中断したところからスムーズに作業が続けれます。これももう本当にワンタッチで簡単に違うデバイスに切り替えることができるので、外出先で iPhone でブラウジングしたりアプリで編集してても、その後 iPad や Mac に簡単にそのデータを引き継ぐことができるっていうのはすごく便利です。他にユニバーサルクリップボードを使えば、手元の Apple デバイスでテキスト、画像、写真、ビデオをコピーして別の Apple デバイスにペーストできます。これもすごく便利で、資料を作るときとかブログを書くときとか動画の編集するときなど、 iPhone や iPad や Mac いろんな端末を使ってそれぞれデータを広げて一つのデータにまとめることがあるんですけど、その時にこの違うデバイス間でコピー&ペーストできるのはかなり便利です。他に iPhone セルラー通話機能を使えば Mac、iPad、iPod Touch でも iPhone と同じネットワーク上にあれば電話をかけたり電話を出たりすることができます。他に SMS、MMS 転送機能を使えば iPhone で送受信したメッセージが Mac、iPod、iPod Touch にも表示されます。好きなデバイスから話の続きから引き継ぐことができます。インスタントホットスポットもすごく便利で、単独ではインターネットできない Mac や iPod Touch を iPhone を使ってインターネット共有することで、パスワード入力することなく簡単に Mac や iPod Touch がインターネット環境になります。そして直接は iPhone の機能ではないんですけど、 Apple Watch で Mac のロックを自動解除することができます。 Apple Watch 自体は iPhone と連携して使うものなので iPhone の二次的な機能と言えると思います。そして Mac 連携カメラもすごく便利で、 iPhone、iPad、iPod Touch を使って書類をスキャンしたり近くにあるものを撮影するとすぐに Mac に表示されます。この連携カメラを使うと本当に作業効率が上がります。そして iPhone、iPad、iPod Touch を使えば簡単に Mac の書類に手書きで書いたスケッチやマークアップすることができます。そして最強に便利なのが AirDrop で、 AirDrop を使えば写真、ビデオ、ウェブサイト、位置情報などを近くの iPhone、iPad、iPod Touch、Mac に無線のワイヤレスで送信できます。これは自分の Apple デバイス以外にも周りにいる iPhone や iPad などの iPhone を持っている他の人のデバイスにもワイヤレスで送信できます。また Apple Pay は Mac でオンラインショッピングしたり iPhone や AppleWatch の Apple Pay を使ってショッピングしたり Suica を使って電車に乗ったりできます。私は iPhone に紐付けられた AppleWatch を使ってショッピングしたり電車に乗ったりしています。また車に乗ると iPhone に連動させて Apple CarPlay を使って電話をかけたり iPhone の音楽を聴いたりナビを使ったりできます。このように iPhone を中心に AppleWatch や iPad や Mac やまたは自動車などと簡単に連携できるのが iPhone の良さだと思います。 iPhone を気に入っているポイント2つ目としては情報を共有しやすいっていうところがあります。日本では iPhone ユーザーが多いっていうのもあるんですけど、そもそも iPhone の使い勝手は大きく2種類で iPhone8 以前のホームボタンのある iPhone と iPhone10 以降のホームボタンのない iPhone、 その2つで若干の使い勝手の違いはあるものの、大体の使い勝手は iPhone ユーザーであればほとんど一緒で、いろんな方とちょっとした使い方とかバグの修正などいろんな情報をたくさんの方と共有できるところがいいところです。 Android 端末は確かにいろんな機種が販売されてて、いろんな国やいろんなメーカーで製造されているので、大まかの Android OS は一緒なんですけど、細かい点で若干使い勝手が違うところがあるので、多くの方と一緒に情報を共有するっていうのは少し難しいと思います。私は YouTube チャンネルをやっているので主にApple 関連の動画が一番多いんですが、同じ iPhone ユーザーに向かっていろんな情報を多くの人と共有できるっていうのが iPhone の魅力の一つだと思います。 iPhone を気に入っているポイント3つ目はセキュリティに信頼性があるところです。 Apple 製品はハードウェアと OS と両方作っているメーカーなので、セキュリティを保てやすいっていうところがあります。インターネットブラウザーの Safari はインテリジェントトラッキング防止機能がインターネット広告から追いかけられないようになっています。そしてマップの履歴もプライバシーが守られています。そして写真アプリも他人から流用されないようにプライバシーが守られています。メッセージも見られるのは送った人と送られた人だけが見れるようにプライバシーが守られています。そしてデバイスごとの共有する範囲を設定できます。iPhone を気に入っているポイント4つ目として、アプリが安全だというところも気に入っています。App Store でアプリをダウンロードするんですけど、Android に比べてアプリの審査が厳しいので、セキュリティ的に安全なアプリを使うことができます。iPhone を気に入っているポイント5つ目としては、バックアップがすごく簡単なところもあります。これはあんまり普段意識せずに iCloud を使う方法もできますし、意図的にコンピューターを使ってバックアップすることも簡単にできます。さらに iOS12.4 以降だと iPhone の買い替えの時のデータ移行がかなりスムーズで、もうバックアップ取る必要がなく簡単にデータ移行ができます。今まで使ってたアイコンの配列だったり、使い勝手も全く一緒のクローンのようにデータ移行ができます。これが機種が多い Android だとなかなかこういうふうにはいかないと思います。 iPhone を気に入っているポイント6つ目はサポートが充実しているところです。 Apple 関連でわからないことがあるときは Apple サポートコミュニティに質問すると大抵の問題は解決できます。それでもサポートが必要なときは Apple にチャットや電話で相談すると比較的チャットや電話がつながりやすく、つながったら完全にプロのサポートをしてくれます。また近くに Apple ストアがあるときは Apple 製品の使い方丁寧に教えてくれます。 Apple を気に入っているポイント7つ目は修理しやすいっていうところもメリットです。 Apple 製品を修理するときに Apple リペアセンターへ Apple 指定の配送業者に集荷してもらう方法とApple 正規プロバイダーへ持って行って持ち込み修理するときと Apple ストアのジュニアスパーで相談する方法、この3つの方法があります。私はこの3つの方法をすべて使ったことあるんですが、どれも満足いった修理ができました。特に地方に住んでると Apple 正規サービスプロバイダーになってるカメラの北村さんやビッグカメラさんなどに持って行って持ち込み修理するのも便利です。またどうしても安く修理したいときは保証の問題は置いといたとして街の中に iPhone の修理屋さんっていうのが結構あるので、そこで安く修理できるっていうのも iPhone の良さだと思います。 iPhone の気に入ってるポイント8つ目としては古くなっても長く使えるっていう良さがあります。私が所有している iPhone の一つに iPhone6 があります。 iPhone6 は2014年モデルなのでもう5年経過しています。今年の iOS13 のもう対象外になってしまったんですけど、代わりに Apple は iOS12.4.3 という iPhone6 より前の端末に対して最新のアップデートをしてくれています。まだこの iPhone6 は現役で使える状態なんですね。私はこの iPhone6 はバイクのカーナビとして使ってるんですが、まだもう少し使ってみようと思っています。こういうところが Android よりも長くサポートしてくれる良さが iPhone にはあると思います。 iPhone を気に入っているポイント9つ目としては古くても売れるっていうところがあります。今メインで使っている iPhone は iPhone X を使ってるんですけど、最近 iPhone 11 Pro を購入したのでそろそろ SIM カードを入れ替えて iPhone 11 Pro をメインで使っていこうと思っています。その際に今使っている iPhone X か先ほどご紹介したバイクのナビとして使っている iPhone6 どちらかもしくは両方売却しようと思ってるんですが、5年経った iPhone6 も調べたら SIM フリー版だと12,000円ぐらいでは売れそうなので、結構思ったより高い値段で買ってくれるなというふうに思いました。 iPhone は比較的ライフサイクルが長いので使っているユーザーも多いのか古い端末でも買い取ってくれるのが嬉しいなと思いました。 iPhone を気に入っているポイント10個目としては iPhone はアクセサリーが豊富なところがあります。 Android 端末は日本のメーカーを含め韓国や中国やアメリカのメーカーなどいろんな国で Android 端末を作っています。豊富な機種の中から選べる良さが Android の良さなんですけど、代わりにアクセサリーになるとどうしてもいろんな機種がたくさんあるために豊富に用意することが難しいです。その点 iPhone は毎年3つのモデルぐらいしか新しいものが出ないので、ケースメーカーとしても日本では特に売れることもあってケースの種類がたくさん売られています。自分の好みのケースを選ぶことができたり100均でケースを買うこともできるぐらい iPhone はたくさんケースの種類が用意されています。金黒レビューチャンネル。いろんな方にお聞きすると初めて購入したスマートフォンが iPhone の方は次も iPhone を買う方が多く、初めて購入したスマートフォンが Android 端末の方は次も Android 端末を買う方が多いです。私もその例に漏れずに最初に購入したスマートフォンが iPhone だったので今現在も iPhone をずっと使っています。やはり Apple 製品は iPhone と OS 両方作っているので周辺機器の連携がよく、それに一旦慣れるともう作業性がいいのでなかなか iPhone をやめれないような状況だったり、安心してサポートを受けれたりアプリや OS 使うことができるっていうのが iPhone の良さだと思います。まだしばらく私自身は iPhone を使っていこうと思っています。今回は iPhone を気に入って使っている10個の理由をご紹介しました。また Apple 関連のお役に立つような情報を配信していきますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。